でかい。校舎の裏側だ。あの煙の高さ、左翼の2階か。そんな嘘。アリス、これ以上は危険だ。この感覚、おぼろげな記憶、また例の現象が起きたのか。巻き戻り、うん、そんな気がするけど。あーちゃん、その大丈夫か。はい、すみません、少し混乱してしまって。今のは理科室でも、そんなことって。曖昧にはしておけません。行ってみましょう、理科室に。そうだな、おぼろげにしか覚えていないが、今ならまだ間に合うかもしれない。善は急げ、レッツゴー。あ、やっぱりアニエスたちだ。声はするのに入ってこないからさって。なんだ、どこかへ行くのか。うん、ちょっと用事ができて。いやいや、悪いね、せっかくいろいろ気を回してくれてたのに。すまない、また今度顔を出させてくれ。二人はここにいて、理科室には絶対に行かないでくださいね。え、うん、いいけど。そういえばこの後用事があったが、なんで知ってるんだ。記憶が正しければあれは幽谷だった。もう少し時間があるはずだ。はい、ともかく確かめてみよう。ビーカーに実験機器、薬品だな。気になるものが多いな。あの規模の爆発なら爆弾も見落とすほど小さくはないはずだよ。はい、一通り調べてみましょう。